アメリカ合衆国の行政単位としてのバラは、州のレベルの下の地方政府あるいは管理区分を表し、下記のように6つの州でのみ使われている。ペンシルベニア州のバラであるリトルズタウンの自治体政府事務所表示アメリカ合衆国のボローは、ブロあるいは、ブロと発音される。地名の設備時で、ブルクと表示される場合は、BR と発音される。 同じく地名の設備字でボロと表示される場合は一般的な表記でボロとされることが多く見られる。アラスカ州ではボロが軍の代替として使われている。軍と同様に州の下の管理職分である。アラスカ州の各軍には軍庁所在地があり、軍の管理の中心地である。アンカレ知事地市は統合市軍である。その他に樹農市軍、ヘインズ軍、 シトカ市軍、ヤクタト市軍、ランゲル市軍も、首都軍が統合された形態をとっている。しかし、州の面積の大半は広大な自治軍の中に入っており、そこには軍総等の政府がない。アメリカ合衆国国勢調査局は、統計目的のために自治軍を10の国勢調査地域に分けている。コネチカット州では、都市に加えてボロも独立した自治体の一種である。 ボロは通常、町の中で住民が多く住む、中心地であり、町はより対応力がある、地方政府を持つために法人化を判断する。ボロが形成されるとき、それは、町の一部であり、それに依存している。コネチカット州内には9つのボロがある。その中の一つであるノーガタックはその町と同一の領域を持ち、統合されている。 ウッドモントなど他の八つのボロはその町の一部にのみ管轄権がある。コネチカット州のボロは別の自治体政府として数えられるが、州内の他の部分で町政府によって行われている政府機能はボロの母体となる町によって行われる。ミネソタ州ではボロという言葉が1868年から1974年まで、 ベルプレインという一つの自治体にのみ適用されていた。現在は市に変更されている。ニュージャージー州では、ボロは独立した自治体であり、5種類に分類される自治政府の一つである。これら5種類の自治政府は、他の4種と同等なレベルで運営されている。他の4種とは、タウンシップ、町、市、村である。領域の大きなタウンシップから、 多くのボロが作られてきたが、そのような場合であっても、ボロとタウンシップの間に結びつきは継続しない。多くのボロは1890年代のボロ志向の時代に形成された。ニューヨーク市は、ブルックリンク、マンハッタン、クイーンズ区、ブロンクスク、スタテンアイランドの5つのボロに分けられている。これらのボロのそれぞれが、キングス軍、ニューヨーク軍、クイーンズ軍、ブロンクス軍、 リッチモンド軍と一致している。ニューヨーク市の中に立法や行政を目的とする軍政府はないが、区長、ボロの部分を代表するニューヨーク市議会の議員、地方コミュニティボード議長で構成されるボロ政府がある。ボロ政府の権限はニューヨーク市政府の権限に比べて小さい。司法上の目的、事業と法的な申請について、 ニューヨーク市のボロは別々の軍として扱われている。ペンシルベニア州のボロであるウェストチェスターの中心地、ペンシルベニア州の自治体の区分を決める州法では、ボロという言葉が他の州の町という言葉を使うのと同様な方法で使われている。ボロは自治を行う生態であり、外資って規模は市よりも小さい。ある地域がボロあるいは市によって統治されていないとすれば、それは、 タウンシップとして統治される。村や小集落は法人化されておらず、自治政府を持たず、それが入っているタウンシップとは別のものである。伝統により、州政府の出版物で認知されているところでは、ペンシルベニア州で唯一の法人化された町はブルームズバーグである。2005年8月、ペンシルベニア州には961のボロがあった。バージニア州では、 バージニア法典15.2から3534の下に多くの地方都市が統合市を形成しており、その統合市はボロと呼ばれる地理的な小区分に分けられることがある。このボロは現存の市、あるいは軍、あるいはそのような軍の一部と同じである、可能性がある。このようなボロは別の地方政府を持たない。例えば、チェサピーク市は六つのボロに分けられ、その一つは、 以前に市であったサウスノーフォークに相当し、その他の5つは元ノーフォーク軍であった領域の5つの四方区分に相当している。バージニアビーチ市では1998年7月1日付で7つのボロが廃止された。ありがとうございます。